はい、皆さんこんにちは、こんばんは、中庭隆でございます。ということでリンクの冒険やっていきましょう。これはね、前回の初代ゼルダの続き第2作目にあたりますね。というわけでもうだいぶゲーム性も違うっていう感じなんで、説明書を見た感じでは楽しんでいこうと思います。というわけでこれから英文が流れるんですが、軽く訳してきました。ガノンが倒された後、インパはリンクにゼルダ姫に眠りの魔法をかけられていると伝えた。ハイラルの宮殿に封印されている3つ目のトライフォースの力によってのみ彼女は目覚めることができる。封印を解くには6つの宮殿にある像にクリスタルを入れなければならない。リンクは最も冒険的なクエストに出発した。というわけで行ってみましょう。にリンクでいいね。よし、じゃあこれ今気づいたんですけど、下なんかネームかと思ったら名前登録なんですね。で、下のキルモードってなんだろう。いや、やっていきましょう。はい、今回は3つね与えられています、命が。で、ああ出る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 。ちょっと操作確認しながらいきましょうね。上に乗ってるのが、乗ってるというか寝ているのが、これがねゼルダ姫、初代ゼルダ姫と違って、あ、出られるわ。このゼルダ姫はハイラル王国にもともと眠っていたゼルダ姫なんですよね。だからハイラル王国の初代お姫様というか、初代ゼルダで助けたゼルダ姫とはまた違う初代のお姫様なんで、このお姫様を救うために今回いろいろ冒険に出るという話ですね。はい、そう思うと初代ゼルダ姫ってどこ行ったんだろうね。またどっか違うところにいるか。おお、こうか、これか。今回横スクロールアクションでこの1っていうのがあれらしいです、経験値らしいんで、レベルアップをするらしいんですよね。で、この右上に書かれてる50と6っていうのが今まで得た経験値で、これを上げていくことによって、まあ、リンクは強化されていくと。最高レベル8までらしいんですけど。というわけでどんどんレベルを上げながらいきましょう。この世界、魔法と、あと、なんだこれ、ゲットできた。魔法が使えるんですよね。だからその魔法をね、手に入れながら、いろいろやっていきたいんですけど、いかんせん、初めてのゲームっていうか、操作性が全然違うから、ほんと不思議な気分だな。横スクロールだもんな。基本的に俯瞰視点から、やるのが当たり前だったから。これは何？ラウルへようこそ。光の賢者と同じ名前だね、時岡の。こんにちは、こんにちは。です、はい、こんにちは。うっす、です。じゃないわ、ごめんね。多分これは6つのクリスタルについて聞いているんでしょうね。お、おばあさん、こんにちは。このクリスタルを神殿に戻されるのか、下にあるトンネルを抜けなさい。はい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 。あ、じゃあここまでけどちゃんと説明しないと難しそうですね。ストーリーの理解自体がすごくあやふやになっちゃうと思うんで、眠りにかけられたゼルダ姫をどうやって救うかって言ったら、まあインパから渡された、インパから6つのクリスタルをもらうんですよ。それをハイラルのどっかにある神殿にその6つのクリスタルをはめることによって3つ目のトライフォース、今力と知恵は持っているんで、勇気のトライフォースを手に入れることができるっていう話なんですよね。なのでリンクはこれから勇気のトライフォースを手に入れるために冒険に出ています。というわけで、このクリスタルをはめる、その宮殿を見つけるっていうことが今回の目的になっていくわけですね。というわけで、なかなか長くなると思うんでどんどん行っていきましょう。こんにちは、です。3つの力のレベルが揃えば真の力となるぞ。これはどのことを言ってるんだろうな。3つの力、多分マジック、体力、あと力ですね。この3つがあると、あ、この3つが上げられるので、レベルによって。こんにちは、ちょっと急ぐんでな、あばよ。はーい、さよなら。
ハンマーがあれば道を塞ぐ岩を壊せるんじゃが、あーさっき下にあったね。あれを必要なのか。よし。バラバラの神殿の南の海岸にハートの歌。あー結構これ重要か。神殿に行く前に私の家に来てじいちゃんに会って。ん？おくれるんだ。こんにちは。町を見つけたらその町のマジシャンに会って魔法を教わるといいわ。これがマジックですね。多分だからここの方にあれかな。あ、いた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 。こんにちは。神殿はバラバラ砂漠にある。この魔法で身を守るがよい。フィールド032。はーい。はー、なるほどね。今左上の画面のやつが2つ減ったんですけれど、これだな。はい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 。マジックってどうやって回復するんだっけ。こんにちは。です。バラバラの神殿でろうそくを取ったら西のトンネルから次の神殿に行け。とりあえず砂漠から攻めたらいいのかな。これはで多分これが町の端っこだね。はい、じゃあとりあえず砂漠の方に。あーやべ、うわーやば、嘘だろ、嘘でしょ、強っ。こんな強いの。ジャンプしていくまで行け、行って、まずいって。東のトンネル、こっち東のトンネルだからまだ行けねえのかな。ダメだ。とりあえずバラバラ砂漠っていうのはこっちか。こっちの西の方には何かあるのかしら。と言ってもあ、こっちにも町がある。魔法はいっぱい覚えていった方がいいのかな、このパターンだと。こんにちは。ルトの町。ルトなんだ。ルト姫？はいはい、こんにちは。はい、こんにちは。デスマウンテンのメガネ岩に、ペイナルハンマーがあるそうです。覚えきれるかな？ちょっと寄っていかない？無夫婦なことだと思ったら全然違った。すっごいいい人だった。ありがとう。休んでおゆき。あー、こういうところで回復していくのね。オーケー。ここは俺の名はエラー。エラー、あ、エラーさん。ゲームにとっては怖いお名前ですが大丈夫ですか。あー、聞く前にちょっと踏んだ。サンタリ砂漠のゴーリアが町の女神像を盗んでしまったわ。いっぱいあんな。覚えきれるかな。神殿の鍵は必ずその神殿でお使いなさい。はいはいはい。まあ、鍵の引き継ぎができないっていうのは、まあ、作品共通ですね。ろうそくがなければ町から南はとても危険よ。オッケー。本当にちゃんと慣れるまではこれすぐ死ぬな。これが町の南だから行っちゃダメなんだよ。お、なんだ？さっ、一旦ちょっと帰っていろいろ見ようと思ったけど、これは右に行けば何かあるパターンかな。はい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 。まずこれは、お、経験値だ。ここか。どうしよう、初めてのレベルアップ。アタックに振っていこう。イエーイ！
あ、美味しい。なるほどね。解明以降もあるとか、そういうパターンはないよね。さすがに。はいはいはい。でも覚えておこう。あー、デスワームが来た。まずい。まずいぞ。あ、こうやって倒すんだよ。うわー。逃げろ。とりあえず、パラパの神殿はどこ行けばいいんだ。これか、北にあるトンネルだからやっぱ、ダメージ覚悟で行かなきゃいけないか。とりあえず、パラパの神殿は北にあると信じていこう。もしかしたらちゃんと覚えてないから、わからないけど。とりあえず、向かうだけ向かおう。おっ、いて。よっ、おい。おお。こんなに早い。レベルも全部戻った。あれ、一回取っちゃったら終わりか。よし、じゃあシールド使っていこう。おお、やっぱ。うわー、やーば。何こいつ、何がいるの一体。うおーい。とりあえず行きまくるか。こっちじゃねえ気がするんだけどな。下にチラッと影が見えるからさ。うわ、行けちゃった。うー、砂嵐なのか何なのか分からんけど。これは？え、これパラパの神殿？合ってる？あ、おお、え、スマブラ DX 版のハイラル城の音楽だ。おお、すげえ。ここからアレンジされてるんだね。これ手動かよ、まさかの。うわ、やばっ。え、経験値が入らない？そんなことある？タイミングだ、タイミングゲーだな、これ。うい。来るときに、多少は、猶予を持たせてくれてるから。あとは、間合いさえ見しすんなければいけるはず。いけないんですけど。うわー、ちょっと下突きしてくんなって。これリンクの技だって。よし、ういういな。待って、え、そこだ。タカ、はいはいはい、盾をそこに構えてるから下にやんなきゃいけないのね。オッケー、勉強になった。ありがとう、骸骨。まずい、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 まずい。くぅー、こいつ倒しても2しか入んねー。ああ。え、これは本当にパラパの神殿なのか。わからんくなってきたぞ。よし、とりあえず戻ってきた。これで、はい、扉が開きますと。扉関係なくやってくる。うーなんだこいつは。うっそ、お邪魔キャラ、まさかの。あー、こういうところだな。むやみに突っ込んでいくと死ぬしか未来が見えねえから、ちゃんと考えなきゃいけないんだろうけど。はい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 。オッケー、骸骨うまいな、だいぶ。経験値が溜まってきたぞ。オッケー、アタックに振れ。これはアタックに振っていかないと厳しい。現状攻撃手段が剣しかないから、この分
強化していかないといけないし、うわー上に上がると、はい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 、これはあれだね、初代ゼルダと同じ回復させてくれる妖精さんビジュアルが一緒だから多分そうだと思うんだけど、こっちはなんだ、え、やばっ、くっそやりました、左上にドラゴンの頭あったから火吹いてくるのかと思ったらそうでもなかったわ、おいマナ君、はい、おー盛り上がってる、音楽がいいぞ、とりあえず一回ビームは打てなくなるけれども無視していこう、よし、はい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 、ちゃんと合わせてきやるよこいつ、痛い、まずい、もう敵であった、あれか場所チェンジしたらまた復活してるパターンとかある、これやだよ、もう一回戦うの、さすがになかったか、オッケーオッケーオッケー、チクチク攻撃でいこう、ここで出るのか、多分今の色的にライフだよな、いや、やば、ワンモアアタック、攻撃は最大の防御の名のもとに頑張っていこう、なんだなんだ、何を持ってきている、あーオッケ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 ーだけれど多分一定距離を詰めてくれるか、距離以上は詰めてこないでしょ、よし、ういっ、シールドシールド、くっそ、オッケー、うわまどまいけ、なんかうーわ下からと上からとちゃんとやってくるわ、どんどん上がるなレベルが、手にやすい代わりにレベルも上がりやすいのか、お、まずい、あーマジかよー、とりあえずねさっき教えてもらったすっかり忘れてた、さ多分あそこはパラパの神殿で合ってます、でパラパの神殿で合ってて今はさっきのラウルの町で教えてもらったハートの器を取りに行こうとしています、泡が海岸っていうけどこんなに危険な海岸なのね、ああ抜けた抜けた抜けた、あプロ、え何かいるの、え終わったー、いって、イエーイイエーイ、とりあえずハートの器をゲットしたぞ、戻らなきゃいけないのかここの道を、こいつだよこいつ、よかったぞお前、次倒してやっかな、ちゃんと鍵は秋いっぱいになってる、オッケー、うわー死んで覚えなきゃダメだな、よしさっき行かなかったこっちを先に行ってみよう、動き出すかお前、どうなんだい、えどうなんだい、動かなかった、あーあーやめてくれ、早いのがおる、まずいって、なんであいつ効かねえんだよ、剣とかが、待って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 ジャンプか、なるほどね、おーあーところどころに、ういうい近づくな近づくな近づくな近づくんじゃないよ、ういって、うわーやべーむずー、なんかあー残りラスト1、
わあ、ここでも必要なのか。ああ。ああ、ははははは。この辺とかで。黒い石あんのか。あるんだ。さっきより先のところないと思ったら、鍵を取ったところの。あるのね。何があるんだろう。シールドが使えない。もう一個あんだ。なるほどね。ためっちまえばこっちのもんじゃない。そういうことでもない。 OK。 多分これでさっき死にまくっていたあそこいよー。あー、負けた。各レベル4まで上げたのに。マジかー。あーあー、オッケーオッケーオッケー。ろうそくゲッチ。ろうそくはどうやって使うんだろう。とりあえず進んだ、進んだぞ。よし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 。お、明るくなったわ。体力満タンでここまで来れたぞ。さあ、ボス戦。お前あれか、頭か。頼む。あー、とりあえず1回の攻撃で2個分減らせることは分かったから、いって、うわ、カードでカードできないか。これでシールドは。聞いてるよ、聞いてるよ、聞いてるよ。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、いい感じいい感じ。こっちも一発当てて。オッケー。よっ。おーい。どうにかこうにかなった。これか。モアイ像みたいなやつ。一つ目クリア。おお。とりあえずアタック上げておくのはすっげえ魅力的なんだけどな。いや、一旦ライフでいこう。これで減りにくくなるから。ん？お、取れる。オッケー、第一の神殿クリ。あー、どこに繋がってるの。いった。はい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 。あれ、じゃあ合ってる。あ、こういうことね。一回終わった神殿はもう用済みですよってことか。ありがとう、妖精さん。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回はこの岩をどけるためにね、さっきのルトの町であった話のあるハンマーを見つけに行こうと思います。というわけで、今回も本当に難しい旅が始まりましたね。頑張ってご楽しい。それでは。